なんだよ、もっともっと元気ないかと思ったらめちゃくちゃ元気じゃねえか神谷。いやまあお前とはね、サーダム来たばっかの時からいろいろとはやり合ってきたけど、はあ、そこは、はあ、なんだろうな、まあ絆って言ったらちょっと臭いけどまあ腐れんみたいな感じだからさ、まあいいじゃん、これを機にユニットを超えた何タッグ、はあ、私はそういうの好きだよ、はあ、7月4日後楽園黄金世代、どんな結末になるのか皆さん見に来てください、お楽しみに。今日初めて神谷さんと組んでとても心強かったです。やっぱ私はまだまだ弱いので、どんどん強くなって初勝利できるように頑張っていきたいです。はい、はい、今日はいろいろちょっと伝えたいことがあるんだけど、まずはね、リアン今日組ませてもらって、まあ、ちょっとトースポの記事とかでも書かせてもらったりしたんだけど、まあ、生え抜きの選手ですごくなんかほっとけない選手というか、まあ、今日組んでなおさらなんかもっと育てたいというか、もっと一緒にやってみたいって思ったので、またこれから組んでいきたいなと思うし、そして今日ね、リング上で決まった黄金世代と、まあ、後楽園でやることが決まったんだけど、まあ、こういうピンチの時に手を差し伸ばしてくれるのが本当に飯田、舞香、あの2人らしいなって思って、まあ、組んでその時の自分の気持ちに素直に従っていきたいなと思います。そして次新宿でキャッチザウェーブ、私キャッチザウェーブ参加させてもらってるんですけど、次セラリサと当たります。次の決勝、次に勝ち進めば決勝トーナメント進むということで、かなりね気合いの入ってる一戦なので、皆さんぜひ会場で見に来てください。本日、久しぶりに舞香と神谷に、2人と戦って、あのフューチャーを2人と何回も戦ったことを思い出して、ちょっとねすごい懐かしさを感じ、そんな2人と7月4日後楽園でなんと組むことになりました。はい、これは、自分にとっても多分きっとお客さんにとっても嬉しいことだと思うので、7月4日はい、皆さん楽しみにしておいてください。はい、今日黄金世代の人たちと一緒に戦ったんですけど、同年デビューの自分が蚊帳の外にいることが正直めっちゃ悔しいです。でも私は諦めません、頑張ります。はい、頑張ります。よし、ん、なんだ、最後なし？どうですか？ありがとうございました。昨日シングル初勝利を挙げて、今日アーティストチャンピオンのジーナさん相手だったけど、こんな勢いのままジーナさんに絶対勝てって意気込みで今日挑んだんですけど、ちょっとパワーとかスタミナとかなんかもう本当にすごくて、なんかちょっとチョップでちょっともう無理かもとかって思っちゃって、弱気な自分がちょっと今日はちょっとダメだなって思いました。でもジーナさんとは去年のゴールデンウィークぶりに試合させていただいたんですけども、去年よりもすごい技とかたくさん自分に出してくれたので、それだけ成長を認めてくれているということだと思うので、次当たるときはジーナさん相手にちゃんとスリー取れるようにしっかり練習したいと思います。ありがとうございます。月山、お尻で攻撃ばかりしてきて、そんな人と会ったことなかったので、めっちゃびっくりしました。
てこいです。おい、誰がせこいだよ。お前のスピアのせいでほら腹筋が7個に。でも強かったです。いやめっちゃした。私思ったんだけど、お前前にマイカさんに担がれてさらわれたよな。ということはマイカさんがクララを仲間にしたいと考えているということ。ユーネクサス B に来たいのか。ユーネクサス B、 ちょっと野蛮すぎるチームに私は野蛮入りたくない。 C、 月山さん、月山、そこは月山だな。おい、ネブラとタックのベルト狙ってるんですよね、うん、私たちの方が絶対に先に取るので。いやいやいや、私たちの方が先に取るので見てください。私たちの方が先に取ります。おい、私の方が先に取るか。お前何なんだよ、さっきから試合をずっと押してきて。ふざけんじゃねえぞお前。こら、何やあいつら。勝った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 。今日はあのちゃんと鹿島咲の起死回生でスリー取った。あ、ほんとちゃんと公式書いてくれたかな。書いてくれるはず。公式本当いつも詐欺分かってんのになんか人の技で勝ったみたいなこと書くから、ちゃんと鹿島咲の起死回生って書いておいてほしい。てかあのさ、この2人、はいはい、のあれなんて言ってるか分かる。あの肩車してるやつ、トロピカルフェアリープリンセス天候ウルトラマジックなんとかみたいな。はいはいはい、なんかいい加減うちらも覚えちゃったよね、うん、でも確かにあれやめた方がいいと思う。本当いや本当に本当に1回も成功したとこ見たことないもん。本当にあれマジでやめた方がいいよ、時間の無駄だよ。本当にあの、まあ、トロピカルくらいで多分うん行った方がいいよ、ね、ちょっと名前が長すぎる。長いよね、うん、あところでさ、あのファイブスター出るの結局。いや知らね。いやいや、いやでもさ、でもまだ何個か枠いっぱいあったじゃん。えファイブスターってさ、なんかシングルじゃん、うん、全部自分の試合が終わったらすぐ帰っていいのかな。それだったらなんかもうさっさと終わらせて帰れるなら全然出てもトロフィーも欲しいですけど。出てもいいそうです、うん、社長よろしくお願いします、うん、ファイブスター当たれるといいね。いや当たりたくはない。いやいやいや当たろう、全然当たりたくない。バチバチに試合しよう。で返したつもりなんですけど、また鹿島先にいつの間にか丸め込まれてました。ユナモンがスターダムに入っても全然覆せてないものが全然ある。でもこの夏はファイブスターに絶対出て、今までの悔しい気持ちも全部覆す。今沙織のね、背中をたくさん叩いてるけど、でも人のことばっかりじゃない。私は私の戦いをしないといけない、やんないといけないことたくさんあります。白いベルト絶対巻くから。沙織、沖縄のお土産なんでもいいよ。バイバイ。ポイさん、沙織さん、タムさん、クララ、サクラ、今夜スラムダンス出ます。大江戸隊に勝利しました、まあ、大江戸隊が次の獲物とか言ってましたけど、返り討ちにします。私今日フューチャーの挑戦を表明してから初めて皆さんと戦ったんですけど、まだまだ叶わないとこあると思うんですけど、今度キャッチザウェーブ優勝決定進出戦、決勝決定進出権が決まった試合があるので、必ず勝ってキャッチザウェーブでも結果出してフューチャーのベルトを挑戦しに行きたいと思います。はい今日2回目ゴッツアイと組んだんですけど、まあラスもフューチャー狙ってると思うんですけど、自分も狙ってるんで、リナ、まあ今ごっつあいて組んでるけど、ランナーに勝って
お前に挑戦しに行く。今日ありがとう。ありがとうございました。馴染んでたからさ、ごっつい入ったらいいじゃん。待ってるよ。はい、考えといて。考えます。はあ、初めてセミカンド取られました。私も取ったことなくて、初めてここで決着がついちゃって、ああめっちゃ悔しいから、シングル組んでくださいよ社長。シングルで1対1でちゃんと決着つけたいです。今お二人が昨日私のベルトなくなっちゃったけど、私は飯田ちゃんとまたあのベルトを取ってお二人を指名してまたやりたいです。スターズをこれからも私が引っ張っていって盛り上げていきます。ウィアスターズ知りますか？ウィアスターズ。ほいほいほい。はい。はい。めちゃナイス。ありがとうございます。いやまだ何もなくてメンバーも確定してないし、すずもいないけど、うん、2連勝しちゃってますよ。イエーイ。ノリだけはいいじゃん。若いから。まあでもちょっとまずユニットのことを話す前に自分のこと一つ話してもいいですか？はい、どうぞ。おい、はずき、お前さ、記事を見てみれば私のことをやー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 言ってしたら、昨日ゴッテス負けてんじゃねえかよ。まああれだけ言われちゃう私も、まああの時はちょっと自分のね方向性も固まってなかったし、相手する気にはなんなかったけど、こうやって自分が目指すべき方向が分かったんで、まだ待ってられないというか、お前がその気ならやってやってもいいぞっていう気持ちでいますけど、どうですかっていうのを言いたかった。続けて言わせてもらおうかな。私も今日岩谷真由と、まあ、ちょっとやり合ったんだけど、まあ、ファイブスターがね、なんとあの岩谷真由と同じリーグ戦なんでわけですよ。ほうほうほう。まあ去年の10月私の10周年試合でシングルして、ね、まあ岩谷真由の安住寿司で負けてしまい、まあ、あの前から私は言いました。岩谷真由お前を超えてやると。ファイブスターお前から勝ってお前を超えてやるよ。以上です。どうぞ。なんかある個人で言いたいこと、いいですか？いいよ、もうこのノリに乗っていっちゃえ。ちょっとこのノリで言っちゃいます、うん、はい、もう波乱。おー、まあね、やっぱり、まあ、ずっとシングルやりたいって言ってきて、うん、まあ、今日勝ったけど、まあ、タッグマッチ、うん、まあ、これは、まあ、一つとして嬉しいけど、やっぱり波乱とはシングルで決着をつけたいから、うん、そこでまたバチバチしょっちゃってください。やっちゃえ。やってください。みーはまだ、じゃあ流れに乗って、はずきとこぐま、おお、乗ってんじゃねえかよ。おお、そうだよ、02で、そうだよ、挑戦して、なんか02なんかなくすな、ね、02でそっちやってけみたいな、うん、あ、感動的なマイクを、なんか上から言われたけど、落としてんじゃねえかよ。おお、どうなってんだおい。まあ02もね、ここに入ってしまえばまだ02でずっとやっていけるよ。もちろんね、ゼロにはもちろんなくならないよね。でも私はミユ個人の気持ちも聞きたいと思ってるからさ、だから、まあ、今度ね22でどこの組み合わせ、ここか、ここか、お、もう勝手に決めちゃったけど、今決まった、社長よろしく頼みますってことで、まあ、でも私はミユともシングルして、もう2人とはシングルマッチして気持ちを確かめはったんで、次はミユとやりたいと思ってるから、気持ち聞かせて欲しいな。いつになるか分かんないけど、はい、でも前向きに考えてもらえたらいいなって思うし、もう試して無理だったらそれはそれで仕方ないね。2ヶ月やったしね。そうだ、2ヶ月待たしちゃったから私は。でもだからこそ2人の気持ちはすごく分かるし、でも同世代でやっていきたいよね、うちらはね。やりたいね。うん、すずも早く戻ってこいよってところで頑張りましょう。頑張りましょう。え、ここでもあれやりたい。はい、いいよ、やっちゃおう。うちらのパターン、はい、うちらに恋する5秒前バイバーイ。バイバーイ。イエイイエイ。